まあまた何だったか分かんないけど、まあでも一応レアヤからなってる分にはまあいいよ。428ゲームそして今16,000円。でこれ 3% ぐらいだ多分。ね、7分の1ぐらいで揃うのよ確か。ただね、一発もさ、俺天井で食らった時に、天井食らった時にで100で終わったんだな。1回も取らなかったの。一応平均300だからね。スーパーラッキーパンチだぞこれ。昨日最初ゲーム数が100ゲームだったんで天井とかじゃないからね。2回揃えよう頑張って。あーそうですね、偉いやつ、これ大丈夫。よしよしよし、そこから逆回転するか。もうちょ、よしよし、ここまで行けばかなり行く、行く、よし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 、パスとかで終わんない、よし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 、1回100だからねこれ、よしよしよし、やばい、あーやばい、これ終わんないっすか。いやでももうこれで500だからね。あ、600だ。もう一回揃えよう。あーやばい、あーそう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 、よし、これ絶対行くわけじゃないからね。あ、ここまで来るともう行くのよ、結構な勢いで行くのよ。はい、ドン、いやいや、でもね、よくあるよくあるよくある。ね、終わっちゃうのか。いや、ただね、これは純蔵3枚だからね、これは俺頑張ったんじゃないか。どうやっても乗せるか、これ多分この時点で多分3000枚はもう約束されたようなもんですわね。あれ今日勝ったな、え、で、そうこうやってる間にまた何か引っ張ってくるわけよ。ただ俺ペルセフォルで900乗っけてる人見たことあるから、まあハード、まあ平均300だからねぐらいは、まあ、ちょっと頑張ればいくわけですよ。あ、一応 AT 中のヘルゾーンはジャッジメントゲットのチャンスね。
数字揃えば上乗せ。図柄回転してるね。チャンス以外で。フェイクがあるからね、でも。ね、フェイク。ステージで状態を示唆してるんですけど、そんなにね、こう、なんだろう、極端な差があるとは思えないっていうか、じゃあこのぐらいのハーデスのとこ、そこまで行ってもじゃあ、簡単に乗せるかというと、意外とそうでもなかったですからね。というか、さっきのがね、一番差の舞台でもあって。50ゲームドーンとかあるからね、上の細かい数字とか全然分かってないんですけど、まあ何かと上位の選手ほど優遇されてるのはまあ間違いないんでしょうけど、これがどの程度の差なのかが、ね、分かんないというか、遅れた。遅れて何も出てないよこれ。あれ？これある？あ、ねえのか。あ、そういうこと。わあ、これは。てかもう900ゲーム近くなってた。てか遅れで右上がり切れるとかあるんだね。数の上乗せは順調。格ゲームってペルセポでレベルだよね、うん、ここで右上がり引いても乗らない。デジャブじゃないか。ほらほらほら。おーしよ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 し。
そろそろジャッジメント欲しいね。アメリカ。なんか来たよね。ゲーム数は乗せの当選率が優遇されるのか、ジャッジメントの当選率が優遇されるのか、でも両方優遇されるのか、細かいことよく分かんないんだけど、何かと優遇されてるはずなんで、なんか引っ張ってきたわけだよな。おう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 、いいんじゃないか。ああ、中段切れだ。よし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 。よし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 。あ、そ、これはどうなんの？あ、でも後乗せ一応ありますんでね。で、途中チャンス目とかもそこそこ引いてるんで、別にそこそこ回ってても不思議じゃない。今の宮歩きなどが演出の途中だったから、多分ケツにいってんじゃないかと思に。初ゴッドはハードオフで初めてゴッドの時はこれだった。なんか弱くない？何？そういうこと。これは大きいよ。まあ、ケルベロス、ペルセポに乗っけたぐらいかな。来た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 。